4「風呼吸低歩行校」「風呼吸低歩行校」は「風呼吸自然行行」と同じく「風呼吸法」を用いて多くの酸素を吸収して免疫力を高める効果があります基本的な動作は自然行行と同じですが自然行行と違う点は「風呼吸低歩行校」は1つの動きを長い距離を移動しないで止まった状態で行うので 狭い屋内でもできることですですきるだけ目を閉じて行いますが初心者は目を開けていても構いません A 普通式定歩高校番式定歩高校予備校を待つ静単立中単連3個気呼吸中単連3個開き合いの順で行います1左足を前に出し足の位置を決める左足を前に出し右足は 左足の後方で、右に45度開き、レの字のような形に立ちます。二用意の姿勢。足の位置が決まったら、体を正面に向けます。右手のひらを下向きに、体から拳一つ分くらい離して、中端電の前に置き、左手のひらを下向きにして、左側の輪飛べ、穴から拳二つ分くらい離した横に置きます。 体の重心は後ろの右足にありますが両足の裏は全体が地面についています31回目開始腰をリラックスして後の右足に重心を置いて少し前かがみになります両手は用意の姿勢のままです左足のつま先を上げてからししと2回続けて鼻から息を吸います 左足の裏を地面につけながら重心を左足にかけていきふうと1回鼻から息を吐きます。息を吐きながら上半身を右横に約90度回します。顔は上半身より少し多めに横に向けます。重心が左にかかっているので右足のかかとは上がります。両手は息を吐くと同時に動かし始めて。 吐き終わったら、左手は、丹田の前に、右手は右は飛べ、穴の横に来ます。つまり、用意の時の手の位置と左右が逆になります。両手右に回しながら、少しかがめた上半身を伸ばすようにします。呼吸を自然呼吸にして、上半身と手足を、はじめの用意の姿勢に戻します。4、2回以降開始。用意の姿勢から、 回3の動作の動きを繰り返し2回目を終えて続けて3回目4回目と9回目まで左足が前に出た姿勢で続けます。9回目が終わったら後ろ足の右足を前に出して予備校の時の待つ静単立の姿勢になって中端電3個開き号をしてから今度は右足を出します。 右足を前に出し足足の位置をを決める。右足を前に出し、左足は右足の後方で左に45度開き逆れの字のような形に立ちます6用意の姿勢足の位置が決まったら体を正面に向けます左手のひらを下向きに体から拳1つ分くらい離して中短殿の前に置き右手のひらを下向きにして 右側の輪飛べ、穴から拳2つ分くらい離した横に置きます。体の重心は、後ろの左足にありますが、両足の裏は、全体が地面についています。七、一回目開始。腰をリラックスして、後の左足に重心を置いて、少し前かがみになります。両手は、用意の姿勢のままです。右足のつま先を上げてからし、 し2回続けて鼻から息を吸います右足の裏を地面につけながら重心を右足にかけていきふうと1回鼻から息を吐きます息を吐きながら上半身を左横に約90度回します顔は上半身より少し多めに横に向けます重心が右にかかっているので左足のかかとは上がります 両手は息を吐くと同時に動かし始めて吐き終わったら右手は丹田の前に左手は左は飛べ穴の横に来ますつまり用意の時の手の位置と左右が逆になります両手左に回しながら少しかがめた上半身を伸ばすようにします呼吸を自然呼吸にして上半身と手足を用意の姿勢に戻します 8右足を前に出した姿勢で9回目が終わったら待つ静単立の姿勢になる中短電3個開き号をして1サイクル終わります左足を出した姿勢で9回右足を出した姿勢で9回このサイクルを3回行いますつまり合計54回行いますただし体調によって多くしても少なくしても構いません 旧おさむこう中短練3個開き号中短練3個気呼吸待つ静短率の順に治む行します19足治む行が終わったら実練利行時間の3分の1から2分の1位の時間の休息を取ります B 人いよいよ式定歩高行こう動作や呼吸は普通式歩高行と同じですが両手は振らないで腰部のいよいよ動作や呼吸は普通式歩行行と同じですが両手は振らないで腰部の人いよいよ 穴に当てたままで行う方式を人いよいよ式と言います。腎臓に癌のある人は避けてください。中国医学では腎は生命の根本エネルギーを司ると臓器と考えられています。また西洋医学では腎臓は老廃物を尿として排泄する臓器であることが知られています。腎は発生学的には 生殖期と同じ期限を持ち生殖期や増血臓器などと深い関わりを持っています人いよいよ式はこれらの泌尿期生殖期増血期の疾患に効果があります予備校を待つ静単立中単連3個気呼吸中単連3個開き合いの順で行います1左足を前に出し足の位置を決める 左足を前に出し右足は左足の後方で右に45度開きレの字のような形に立ちます二おいの姿勢足の位置が決まったら体を正面に向け手のひらを上向きにして両手をほぞの高さに沿って背に回します両手の指先の握り方は親指と中指が軽く触れる位に合わせます両手背部を いいよいよ穴に当てます。手の位置はこのままで本行を行います体の重心は後ろの右足にありますが両足の裏は全体が地面についていますこの時肩に力が入って肩が上がらないように注意します31回目開始腰をリラックスして後の右足に重心を置いて少し前かがみになります 両手は、用意の姿勢のままです。左足のつま先を上げてから、し、しと2回続けて、鼻から息を吸います。左足の裏を地面につけながら、重心を左足にかけていきふうと1回、鼻から息を吐きます。息を吐きながら、上半身を右横に90度くらい向け、顔は上半身より少し多めに横に向けます。 重心が左にかかっているので右足のかかとは上がりますこの時上半身を少し伸ばすようにします呼吸を自然呼吸にして上半身と手足を用意の姿勢に戻します42回以降を開始用意の姿勢から2回目の動作に入ります3の動作の動きを繰り返し2回目を終えて続けて3回目 4回目と9回目まで左足が前に出た姿勢で続けます。9回目が終わったら後ろ足の右足を前に出して予備校の時の待つ静単立の姿勢になって中短電3個開き号をしてから今度は右足を出します。5右足を前に出し足の位置を決める。右足を前に出し左足は右足の後方で。 左に四十五度開き、逆れの字のような形に立ちます。六意の姿勢。足の位置が決まったら、体を正面に向け、手のひらを上向きにして、両手を、ほぞの高さに沿って、背中に回します。両手の指先の握り方は、親指と中指が、軽く触れるように合わせます。両手背部をいよ人いよ穴に当てます。手の位置は、 このまままで本を行をいます。体の重心は後ろの左足にありますが両足の裏は全体が地面についていますこの時肩に力が入って肩が上がらないように注意します71回目開始腰をリラックスして後の左足に重心を置いて少し前かがみになります両手は用意の姿勢のままです 右足のつま先を上げてからししと2回続けて鼻から息を吸います右足の裏を地面につけながら重心を右足にかけていきふうと1回鼻から息を吐きます息を吐きながら上半身を左横に90度くらい向け顔は上半身より少し多めに横に向けます重心が右にかかっているので 左足のかかとは上がります。この時上半身を少し伸ばすようにします呼吸を自然呼吸にして上半身と手足を用意の姿勢に戻します8右足を前に出した姿勢で9回終わったら待つ静単立の姿勢になる中短電3個開き号をして1サイクル終わります左足を出した姿勢で9回 右足を出した姿勢で9回このサイクルを3回行いますつまり合計54回行います旧おさむこう中短練3個開き号中短練3個気呼吸待つ静短率の順におさむこうします19足おさむこうが終わったら実練り工時間の3分の1から2分の1位の時間の休息を取ります